ロゼッタホームは、ワシントン大学のデイビッド・ベーカー教授の研究室が、運営するボーインクプラットフォーム上のタンパク質、構造予測のための分散コンピューティングプロジェクトである。ロゼッタホームは、2020年9月19日時点で、平均487,946グフロップス以上の処理能力を持つ、約5万5000台のアクティブなボランティアコンピュータの、 助けを借りて、タンパク質、タンパク質ドッキングを予測し、新しいタンパク質を設計することを目的としている。ロゼッタホームのビデオゲームであるフォルデトは、クラウドソーシングのアプローチでこれらの目標を達成することを目指している。プロジェクトの多くは、プロテオミクス手法の精度とロバスト性を向上させるための基礎研究に重点を置いているが、ロゼッタホームは、 マラリアやアルツハイマー病などの応用研究も行っている。他のボーインクプロジェクトと同様に、ロゼッタホームは、ボランティアのコンピュータからの未使用時の計算処理資源を使用して、個々の作業単位の計算を実行する。完成した結果は、中央のプロジェクトサーバーに送られ、そこで検証され、プロジェクトデータベースに統合される。 このプロジェクトはクロスプラットフォームで様々なハードウェア構成で動作する。ユーザーは個々のタンパク質構造予測の進捗状況をロゼッタ、ホームスクリーンセーバーで確認することができる。疾患関連の研究に加えてロゼッタ、ホームネットワークは構造バイオインフォマティクスの新しい手法のテストフレームワークとしても機能する。そのような手法は ロゼットドックやヒトプロテオームフォールディングプロジェクト、マイクロバイオーム免疫プロジェクトなどのロゼッタベースの他のアプリケーションで使用され、ロゼッタホームの大規模で多様なボランティアコンピュータで十分に開発され、安定していることが証明された後に使用される。ロゼッタホームで開発された新しい手法の特に重要なテストは、タンパク質構造予測技術性密評価と、 タンパク質間相互採用予測精密評価実験であり、2年に一度の実験で、それぞれタンパク質構造予測とタンパク質、タンパク質ドッキング予測の最先端の状態を評価する。ロゼッタホームは常に主要なドッキング予測機の中にランク付けされており、利用可能な最高の3次構造予測機の一つである。新型コロナウイルス感染症の原因ウイルス SARS。 株 -2 の解析プロジェクトに参加したいという新規ユーザーの流入に伴い、ロゼッタホームは2020年3月28日時点で最大1.7ペタフロップスまで計算能力を向上させている。2020年6月26日、ロゼッタホームの研究者たちは実験室で SARS 株 -2 を中和する抗ウイルスタンパク質を作成したと発表した。 これらの実験役の動物実験が準備されている。ロゼッタ、ホームアプリケーションとボーインク、分散コンピューティングプラットフォームは、Windows、Linux、MacOS の各 OS で利用可能である。ボーインクは、フリーブズドのような他のオペレーティングシステムでも動作する。ロゼッタホームに参加するには、クロック速度 500MHz 以上の中央処理装置。 2 0 0イトの空きディスク容量、5 1 2イトの物理メモリ、インターネット接続が必要である。2017年10月3日、現在、ロゼッタミニアプリケーションの現在のバージョンは3.78である。現在の推奨ボーインク、プログラムバージョンは7.6、22である。ユーザーのボーインククライアントとワシントン大学のロゼッタ、 ホームサーバー間の通信には、標準ハイパーテキスト転送プロトコルが使用され、パスワード交換時には HTTPS が使用される。ボーインククライアントのリモート及びローカル制御では、ポート31416と、ポート1043を使用しているが、これらは、ファイアウォールの内側にある場合は、特に、ブロック解除を要する、可能性がある。 個々のタンパク質のデータを含むワークユニットは、ワシントン大学のベーカー研究室にあるサーバーから、ボランティアのコンピュータに配信され、割り当てられたタンパク質の構造予測を計算する。与えられたタンパク質の構造予測の重複を避けるために、各ワークユニットは、ランダムなシード番号で初期化される。これにより、各予測は、 タンパク質のエネルギー地形に沿って加工するユニークな軌跡を得ることができる。ロゼッタホームからのタンパク質構造予測は与えられたタンパク質のエネルギーランドスケープにおけるグローバルな最小値の近似値である。このグローバルな最小値はタンパク質の最もエネルギー的に有利なコンフォメーション、すなわちネイティブな状態を表す。 タンパク質の構造予測の進捗状況を示すロゼッタホームロゼッタホームグラフィカルユーザーインターフェースの主な機能はシミュレーションされたタンパク質の折りたたみプロセス中の現在のワークユニットの進行状況を表示するスクリーンセーバーであるスクリーンセーバーには次が表示される他のボーインクプロジェクトと同様にロゼッタホームは ホスト OS のアカウントにログインする前にアイドル状態のコンピュータの電力を使ってユーザーのコンピュータのバックグラウンドで実行される。プログラムは他のアプリケーションが必要とする CPU からリソースを開放し通常のコンピュータの使用に影響を与えない。多くのプログラム設定はユーザーアカウントの環境設定を介して指定することができる。プログラムが使用できる。 CPU リソースの最大割合、プログラムを実行できる1日の時間帯、その他多くの設定がある。ロゼッタ、ホームネットワーク上で動作するソフトウェアであるロゼッタは、フォートランで書かれたオリジナルバージョンよりも開発が容易になるように、C で書き直された。この新バージョンは、オブジェクト指向で、2008年2月8日にリリースされた。ロゼッタコードの開発は、 ロゼッタコモンズによって行われている。このソフトウェアはアカデミックコミュニティに自由にライセンスされており、製薬会社には優勝で提供されている。ゲノム配列決定プロジェクトの普及により、科学者は細胞内で機能を果たす多くのタンパク質のアミノ酸配列を推測することができるようになった。タンパク質の機能をよりよく理解し、 合理的なドラッグデザインを支援するためには、科学者は、タンパク質の3次元3次構造を知る必要がある。キャスプ6ターゲット T0281、原子レベルの分解能に近づいた、最初の第一原理計算による、タンパク質予測。ロゼッタが作成した T0281 のモデルと、結晶構造の重ね合わせとの平均事情変差は1.5オングストロームである。 タンパク質の立体構造は現在 X 線結晶構造解析または核気共鳴分工法を用いて実験的に決定されている。このプロセスは時間がかかりコストがかかる。残念ながら新しい配列が発見される速度は構造決定の速度をはるかに上回っている。アメリカ国立生物工学情報センターの 非常長タンパク質データベースで利用可能な740万以上のタンパク質配列のうちタンパク質の3次元構造が解決されタンパク質の構造情報の主要なリポジトリであるタンパク質構造データバンクに帰宅されているのは5万2000未満であるロゼッタホームの主な目標の一つは既存の手法と同等の精度で時間とコストを大幅に削減した方法で タンパク質の構造を予測することである。また、ロゼッタ・ホームは、X 線結晶構造解析や NMR、分光法などの従来の手法では、解析が非常に困難であるにもかかわらず、現代の医薬品のターゲットの大部分を占めている、膜タンパク質などの構造とドッキングを決定する方法も開発している。タンパク質構造予測の進歩は、年2回。 世界中の研究者がタンパク質のアミノ酸配列からタンパク質の構造を導き出そうとするタンパク質構造予測技術精密評価で評価されるこの実験で高得点を獲得したグループは競争の激しい実験でありタンパク質の構造予測の技術的水準を示す事実上の機種とされているロゼッタホームのベースとなっているロゼッタは2002年の キャスプ5から使用されている。2004年のキャスプ6実験では、キャスプターゲット T0281 の提出モデルにおいて、原子レベルに近い分解能で、第一原理計算による、タンパク質構造予測を初めて実現し、歴史に名を刻んだ。第一原理モデリングは、構造相動性からの情報を利用せず、配列相動性からの情報に依存し、 タンパク質内の物理的相互作用をモデル化しなければならないため、タンパク質の構造予測の中でも特に難しいカテゴリーと考えられている。ロゼッタホームは2006年からキャスプで使用されており、キャスプ7では構造予測のすべてのカテゴリーでトップの予測器の一つとなっている。これらの高品質な予測はロゼッタホームのボランティアが提供してくれた 計算能力によって可能になった。計算能力の向上により、ロゼッタホームはより多くの領域の構造空間をサンプルすることが可能になり、レベントルのパラドックスによれば、タンパク質の長さが長くなると、指数関数的に増加すると予測されている。ロゼッタホームは、複数の複合タンパク質、または四次構造の構造を決定する、タンパク質。 タンパク質ドッキング予測にも使用されている。この種のタンパク質相互作用は抗原抗体や抗素阻害剤の結合、細胞内外間の輸送など多くの細胞機能に影響を与える。これらの相互作用を決定することは医薬品設計にとって非常に重要である。ロゼッタはタンパク質間相互作用予測精密評価実験に使用されており、 キャスプがタンパク質構造予測の進歩を評価するのと同様にタンパク質ドッキング分野の状態を評価する。ロゼッタホームのプロジェクトボランティアによって提供された計算能力はカプリでのロゼッタのパフォーマンスの主な要因として挙げられており、そのドッキング予測は最も正確で完全なものの一つとなっている。2008年初頭、ロゼッタは 自然界では観測されたことのない機能を持つタンパク質を計算で設計するために使用された。これは2004年に発表された天然型に比べて高素活性が向上したタンパク質を計算で設計したという注目を集めていた論文が撤回されたことに橋を発している。このタンパク質がどのようにして作られたかを説明した。 デビッド・ベーカー氏のグループの2008年の研究論文はロゼッタ・ホームが利用可能な計算機リソースを引用したものでこのタンパク質設計法の重要な概念の証明となったこの種のタンパク質設計は将来的には創薬、グリーン・ケミストリー、バイオレメディエーションなどへの応用が期待されているタンパク質の構造を予測 ドッキング、デザインなどの基礎研究に加えて、ロゼッタホームは、疾病関連の研究にも利用されている。デビッド・ベイカー氏のロゼッタ、ホームジャーナルには、多数のマイナー研究プロジェクトが掲載されている。2014年2月現在、フォーラムでは、最近の出版物の情報や簡単な説明が、更新されている。2016年以降、 フォーラムのスレッドは使用されなくなり、研究に関するニュースは、プロジェクトの一般的なニュースセクションで見つけることができる。ロゼッタソフトウェアスイートのコンポーネントである、ロゼットデザインを使用して、アミロイドをラセタンパク質の、どの領域が、アミロイドサマフィブリルを形成する、可能性が高いかを正確に予測した。 興味のあるタンパク質のヘキサペプチドを取り出し、基地のフィブリルを形成するヘキサペプチドと類似した構造に最も低いエネルギーで一致するものを選択することで、ロゼットデザインはランダムなタンパク質の2倍の確率でフィブリルを形成するペプチドを特定することができた。ロゼッタホームはアルツハイマー病の原因とされるフィブリル形成タンパク質であるアミロイド β の 構造予測にも使用された。ロゼッタが設計した、タンパク質については、フィブリルの形成を防ぐ、可能性のある予備的な結果が得られているが、アルツハイマー病を予防できるかどうかは不明である。ロゼッタのもう一つのコンポーネントであるロゼットドックは、炭素筋毒素を構成する3つのタンパク質、不守因子、保護抗原管の相互作用を、 モデル化するために実験的手法と組み合わせて使用された。このコンピュータモデルは LF と PA のドッキングを正確に予測し、それぞれのタンパク質のどのドメインが LF と PA の複合体に関与しているかを明らかにした。この洞察は最終的に炭素菌ワクチンの改良につながる研究に利用された。ロゼットドックは抗体と 抗ウイルス抗体を分解する役割を果たす単純、ヘルペスウイルス1型が発現する表面タンパク質との間のドッキングのモデル化に使用された。ロゼットドックによって予測されたタンパク質複合体は特に入手が困難な実験モデルと密接に一致しており、研究者らはこのドッキング法が X 線結晶学がタンパク質。 タンパク質界面のモデル化で抱えている問題のいくつかを解決する可能性があると結論付けた。ビルメリンダ・ゲイツ財団による19400万ドルの助成金を受けた研究の一環としてロゼッタ・ホームは人免疫不全ウイルスのための複数の可能性のあるワクチンの設計に使用されている。グローバルヘルスにおけるグランドチャレンジイニシアティブの研究では ロゼッタを使用して、ガンビエ、ハマダラカを根絶したり、カガマラリアを感染させないようにすることができる、新しいホーミングエンドヌクレアーゼタンパク質を、計算機的に設計している。ホーミングエンドヌクレアーゼのように、タンパク質と DNA の相互作用を具体的に、モデル化して変化させることができるため、ロゼッタのような計算科学的タンパク質設計法は、遺伝子治療において、 重要な役割を果たすことになる。ロゼッタ分子、モデリングスイートは最近、サーズ株マイナスにスパイクタンパク質の原子スケールの構造を実験室で測定する数週間前に正確に予測するために使用された。2020年6月26日、同プロジェクトは実験室でサーズ株マイナスにウイルスを中和する抗ウイルスタンパク質の作成に成功し、 これらの実験的な抗ウイルス薬が動物実験の試験に向けて最適化されていることを発表した。その後、10種類の SARS 株 -2 ミニタンパク質、阻害剤を説明する論文が9月9日、サイエンス誌に掲載された。これらの阻害剤のうち2つ、LCB1 と LCB3 は、SARS 株 -2 に対して開発されている最高のモノクローナル抗体よりも、 モルヒビ、質量ともに数倍以上の効力があるという。さらにこの研究では、これらの阻害剤は高温下でも活性を保持し、抗体よりも20倍小さく、従って潜在的な中和活性部位を20倍多く、有し局所投与での薬効を高めることを示唆している。本阻害剤のサイズが小さく、安定性が高いことから、警備的に塗布する、ゲル製剤や、 または呼吸器系に直接投与する粉末として適切なものになると期待されている。研究チームは今後これらの阻害剤を治療薬や予防薬として開発することを目指している。これらの阻害剤の中で最も強力な LCB1 は現在ゲ・ハイで評価されている。ロゼッタホームは 計算によって設計された200万個以上の SARS 部マイナスにスパイク結合タンパク質のスクリーニングに使用され、この研究に貢献した。ロゼッタホームの研究者は、受容体のアルファサブユニットと相互作用しないネオロイキンマイナスに15と呼ばれるいるマイナスに受容体アゴニストを設計した。このような免疫シグナル分子は、がん治療に有用である。 天然のいるマイナスにはアルファサブユニットとの相互作用による毒性に悩まされるが少なくとも動物モデルでは設計されたタンパク質の方がはるかに安全であるロゼッタホームは設計の検証に役立ったフォワードフォールディング実験に貢献した2020年9月のニューヨルッカー氏の特集でデビッド・ベイカー氏はネオロイキンマイナスに、 15の人による臨床試験を今年後半に開始すると述べている。ネオロイキン -2-15 はベーカー研究室からのスピンオフ企業であるネオロイキンによって開発されている。2020年12月、ネオロイキンはネオロイキン -2-15 の第一小臨床試験の開始に向けてアメリカ食品医薬品局に知見医薬申請を行うと発表した。 オーストラリアでも同様の申請を行っており、ネオロイキンは第一章臨床試験に120名の参加者を登録したいとしている。ロゼッタは1998年にベーカー研究室によって第一原理計算による構造予測のためのアプローチとして導入されのが始まりで、それ以来いくつかの開発ストリームと独自のサービスへと発展してきた。 ロゼッタプラットフォームの名前は、タンパク質のアミノ酸配列の構造的な意味を解読しようとするロゼッタストーンに由来している。ロゼッタの登場から7年以上が経過し、2005年10月6日にロゼッタホームプロジェクトがリリースされた。ロゼッタの初期開発に携わった大学院生やその他の研究者の多くは、その後他の大学や研究機関に移っており、 その後、ロゼッタプロジェクトの様々な部分を強化してきた。トップ7のロゼッタ設計モデルと X 線、結晶構造の重ね合わせロゼットデザインは、ロゼッタをベースにした、タンパク質設計のための計算機的アプローチで、2000年には、プロテイン G の折りたたみ経路の再設計の研究から始まった。2002年には、ロゼットデザインを用いて、 これまで自然界で記録されたことのない全体的な折りたたみを持つ93アミノ酸兆の α、β タ,タンパク質トップ7を設計した。この新しい構造はロゼッタによって X 線結晶構造解析によって決定された構造の RMSD が1.2以内であることが予測され、これは非常に正確な構造予測であることを示している。 ロゼッタとロゼットデザインは、このような、長さの新しいタンパク質の構造を設計し、正確に予測した、最初の研究者として、広く知られるようになったが、この二重のアプローチを説明した2002年の論文は、ジャーナル、サイエンスに2つのポジティブレターを掲載し、他の240以上の科学論文で引用された。この研究の成果物であるトップ7は、 2006年10月に RCSBPDB のマリキュール・オブ・ザ・マンスとして取り上げられ、その予測結晶構造と X 線結晶構造のそれぞれのコアを重ね合わせたものがロゼッタ・ホームのロゴとして掲載されている。ブライアン・クルマン氏は元デビッド・ベイカー研究室で博士号を取得し、現在は ノースカロライナ大学チャペルヒル校の准教授としてロゼットデザインをオンラインサービスとして提供している。ロゼットドックは2002年の最初のカプリ実験の際にベーカー研究室のタンパク質、タンパク質ドッキング予測のためのアルゴリズムとしてロゼッタソフトウェアに追加された。この実験ではロゼットドックは連鎖吸菌の可能性エキソトキシミエート T 細胞を 受容体 β 差とのドッキングを高精度で予測し、豚の α アミラーゼとラクダカ抗体との複合体を中精度で予測した。ロゼットドックポーは可能性のある7つの予測法のうち2つの精度の高い予測しかできなかったが、これは第1回カプリ評価では19種類の予測法のうち7位にランク付けされるのに十分であった。 ワシントン大学在学中にロゼットドックの基礎を築いたジェフリー・グレイがジョーンズ・ホプキンス大学に移ってからもロゼットドックの開発はその後のカプリラウンドに向けて2つの分岐点に分かれたベーカー研究室のメンバーはグレイの不在の間にロゼットドックをさらに開発した2つのバージョンは即座のモデル化デコイの選択その他の分野で若干の違いがあった これらの違いにもかかわらず、ベーカーとグレーの両手法は、第2回カプリ評価で30の予測グループの中で、それぞれ5位と7位にランクインし、良好な結果を残した。ジェフリー・グレー氏のロゼットドッグサーバーは、非商用利用のための無料ドッキング予測サービスとして提供されている。2006年10月、ロゼットドッグは、ロゼッタホームに統合された。この方法では、 タンパク質のバックボーンのみを使用した高速で洗い、ドッキングモデルのフェーズを使用した。この段階では、相互作用する2つのタンパク質の相対的な配およびタンパク質、タンパク質界面での即さ相互作用を同時に、最適化して、最も低いエネルギーのコインフォメーションを見つけることが、できる。ロゼッタ、ホームネットワークによる、計算能力の大幅な向上と、 バックボーンの柔軟性トループモデリングのための修正されたフォールドツリー表現との組み合わせによりロゼットドックは第3回カプリ評価で63の予測グループのうち6位になったロベッタサーバーはベーカー研究室が提供する非営利の AB 日をよび比較モデリングのためのタンパク質構造予測の自動化サービスであるロベッタは2002年のキャスプ5以来 年2回のキャスプ実験に自動予測サーバーとして参加しており、自動化サーバー予測カテゴリーでは最高の成績を収めている。ロベッタはそれ以降、キャスプ6とキャスプ7に参加し、自動化サーバーと人間の予測グループの両方で平均以上の成績を収めている。また、カメオ 3D の連続評価にも参加している。 キャスプ6のタンパク質構造をモデル化する際、ロベッタはまず、ブラスト、PSY ブラスト、3D ジュリーを用いて構造的相当性を検索し、その配列を PFAM データベースの構造ファミリーと称号することで、ターゲット配列を個々のドメイン、またはタンパク質の独立したフォールディングユニットに解析する。次に構造的相当性を持つドメインは、 テンプレートベースモデルプロトコルに従う。ここでは、ベーカー研究室内のアラインメントプログラム、K シンクが、相動配列のグループを生成し、これらのそれぞれが、ロゼッタでの応募法によって、モデル化され、デコイが生成される。最終的な構造予測は、低分解のロゼッタエネルギー関数によって、決定された、最も低いエネルギーのモデルを取ることによって、選択される。 検出された構造的相動性を持たないドメインについては、生成されたデコイのセットから最も低いエネルギーモデルを最終的な予測値として選択するデノーボプロトコルに従う。これらのドメイン予測を連結して、タンパク質内のドメイン間3次レベルの相互作用を調査する。最後に、モンテカルロ構造探索プロトコルを用いて即さの器用をモデル化する。 キャスプ8では、ロゼッタの高分解能全原子精密化法を使用するようにロベッタが拡張されたが、これがないためにキャスプ7のロゼッタ、ホームネットワークよりも精度が低いと言われていた。キャスプ11では、グレムリンと呼ばれる関連タンパク質の残機の共振化による、タンパク質コンタクトマップを予測する方法が追加され、より多くのデノーボフォールドの成功を可能にした。 2008年5月9日、ロゼッタホームのユーザーが分散コンピューティングプログラムの対話型バージョンを提案したことを受けて、ベーカー研究室はロゼッタプラットフォームをベースにしたオンラインのタンパク質構造予測ゲームフォルデトを公開した。2008年9月25日の時点でフォルデトの登録ユーザー数は5万9000人を超えている。このゲームではユーザーは ターゲットタンパク質のバックボーンやアミノ酸即差を操作して、よりエネルギー的に有利な構造にするための一連の操作を行うことができる。ユーザーはソロリストとして、またはエボルバーとして、集団で解決策に取り組むことができ、構造予測を改善すると、どちらのカテゴリーでもポイントを獲得することができる。 ロゼッタホームと似たような研究領域を持つ分散型計算プロジェクトがいくつかあるが研究アプローチが異なっている。タンパク質研究に関わる主要な分散コンピューティングプロジェクトの中でボーインクプラットフォームを使用していないのはフォールディングホームだけである。ロゼッタホームもフォールディングホームもアルツハイマー病のようなタンパク質のミスフォールディング疾患を研究しているが フォールディングホームはそれ以上のことをもっぱら言っている。フォールディングホームは、タンパク質が、どのように折りたたまれるのか、なぜ折りたたまれるのかを理解するために、ほぼ独占的に、全原子分子動力学モデルを使用している。言い換えれば、フォールディングホームの強みは、タンパク質の折りたたみ過程のモデリングであり、ロゼッタホームの強みは、タンパク質の設計を計算し、 タンパク質の構造とドッキングを予測することである。ロゼッタホームの結果の一部は、フォールディングホームのプロジェクトの基礎として利用されている。ロゼッタは、最も可能性の高い構造を提供してくれるが、それが分子が取る形なのか、それとも、実行可能かどうかは定かではない。フォールディングホームは、 ロゼッタホームの結果を検証するために使用され、原子レベルの情報や分子がどのように形を変えるかの詳細を追加で提供することができる。この二つのプロジェクトは、計算能力とホストの多様性においても大きな違いがある。ホストベースの中央処理装置、グラフィックスプロセッシングユニット、PS3 など、平均約6650テラフロップスの 計算能力を持つフォールディングホームは、ロゼッタホームの約108倍の計算能力を持っている。ワールドコミュニティグリッドのサブプロジェクトである、ヒューマンプロテオームフォールディングプロジェクトの第1期、第2期ともに、ロゼッタプログラムを使って様々なゲノムの構造、機能アノテーションを行っている。現在は、生物学者向けのデータベース作成に利用しているが、 ヒューマンプロテオームフォールディングプロジェクトの主任研究員であるリチャード・ボノー氏は博士号取得中にデビッド・ベーカー氏の研究室でロゼッタのオリジナル開発に積極的に取り組んでいた。HPF1、HPF2 とロゼッタホームの関係についての詳細はリチャード・ボノー氏のウェブサイトに掲載されている。2013年に本プロジェクトは終了した。 ボーインク上の他のタンパク質関連の分散コンピューティングプロジェクトには QMC、ホーム、ドッキング、ホーム、ポエム、ホーム、シマップ、タンパクなどがある。ロゼッタホーム、アルファプロジェクトであるラルフホームはロゼッタホームに移行する前に新しいアプリケーションのバージョン、ワークユニット、アップデートをテストしている。プレディクターホームはロゼッタホームと同様。 タンパク質の構造予測に特化したプロジェクトである。ロゼッタホームが構造予測にロゼッタプログラムを使用していたのに対し、プレディクターホームはトタッサーの手法を使用していたが、2009年にプレディクターホームは閉鎖された。60日間のロゼッタホームの1日あたりの累積クレジット数を示す棒グラフで、キャスプ8実験中の計算能力を示す。 ロゼッタホームは研究のために個々のプロジェクトメンバーから提供された計算能力に依存している。2020年3月28日現在150カ国から約5万3000人のユーザーがロゼッタホームのアクティブなメンバーであり約5万4800台のコンピュータからのアイドルプロセッサ時間の貢献を合わせた平均性能は1.7ペタフロップスを超えている。 利用者には、その貢献度の指標として、ボーインククレジットが付与される。各、ワークユニットに付与されるクレジットは、そのワークユニットで生産されたデコイの数に、そのワークユニットのすべてのコンピュータホストが提出した、デコイの平均クレジットを乗じたものである。このカスタムシステムは、標準ボーインククライアントと最適化された、 ボーインククライアントを使用しているユーザーに付与されるクレジットと Windows と Linux オペレーティングシステム上でロゼッタホームを実行しているユーザーに付与されるクレジットとの間の大きな違いに対処するために設計された CPU 作業の1秒あたりのクレジット量はロゼッタホームの方が他のほとんどのボーインクプロジェクトよりも少ない ロゼッタホームは40以上のボーインクプロジェクトの中で13位に位置している。キャスプ実験で提出されたタンパク質の構造を予測したロゼッタホーム利用者はその結果が科学論文で認められている。与えられたワークユニットのエネルギーが最も低い構造を予測したユーザーはその日の予測者としてロゼッタホームのホームページに掲載され、 メンバーであるチームと共に紹介される。また、ロゼッタホームのプロフィールを作成したユーザーの中から、毎日ランダムに、その日のユーザーが選ばれ、ホームページに掲載される。ありがとうございます。